どうも、まさとです。今回は、あと2点で、〇〇だった生徒の話についてしていきたいと思います。〇〇ってなんだよとかっていうふうに思うかもしれないんですけど、それは秘密です。今言ってしまうとネタバレになっちゃってつまんなくなっちゃうんでね。で、今現在3月なんですけど、3月っていうのはやっぱりね、中学生、高校生は一番勉強しない時期です。まあ、定期テストも終わり、入試とかも終わってね、新学年になっていくわけだよ。で、定期テストもまだまだなんだよ。だから、勉強しない人ってものすごく多い時期なんだよね。逆にそういう時期であるにもかかわらずね、この動画を見てくれている人はすごく意識が高くてすごいなっていう風に思う。そういう人はマジで成功するから、頑張ってね。で、まあ、そういう風に結構気が抜けやすい時期だから、こういう動画を撮らせてもらったんだけど、ちょっと今日はね、ある生徒の話をしていきたいと思うのね。これ実際にあった話です。で、僕はね、塾講師をやっていて、で、あるスクールに配属されたのね。結構小さめなスクールなんだけど、で、そのスクールで、とある生徒に出会ったわけ。中学校1年生の女の子ね。この女の子さ、すごく優秀な子で、すごく真面目な子なのね。偏差値とかもすごく高くって、偏差値中学生の時に、だいたいね、68くらいあったんじゃないかな。もう間違いなくこの子は、トップレベルの学校に行くだろうっていう子だったんだよ。宿題とかも忘れてこないし、すっごい地道に勉強できるし、部活でいくら疲れていても絶対に寝たりしないんだよね。中学校1年生からそれだけのことができるっていうのは本当にすごいんだよ。だからものすごく期待していたんだけど、中学校1年生の後半の頃にね、塾を辞めるっていう風に言い始めたわけだよ。先生、私塾辞めますとかっていう風に言い始めたのね。え、何どうしたのとかっていう風に聞いてみたら、今部活すごい一生懸命頑張っていて、部活に打ち込みたいんだと。だから一旦勉強を辞めて、部活に専念するから塾辞めることに決まったんだっていう風に言ってきたわけね。だけどちょっと嬉しかったのがさ、中学校3年生になったらまた戻ってくるから、塾好きだから3年生になったらまたよろしくお願いしますとかっていう風に言ってくれたんだよね。まあそれはすごく嬉しかったんだけど、その女の子ね、本当に中学校3年生になった時に戻ってきてくれたんだよ。久々に会った時にね、先生私本当にやばいんですっていう風に言い始めて、定期テストで全然点数取れなくなっちゃいましたとかっていう風に言ってきたんだよね。それで実際に模試とか受けてもらったんだけど、確かにね、結構やばかったわけ。今まで偏差値68とかあったのに、中学校3年生の4月に受けた模試では偏差値40中盤くらいまで落ち込んじゃってたんだよね。本当にあの子かっていうくらいの点数だったんだよ。まあだけど部活にね打ち込むっていう話も聞いてたし、こういう風になっちゃうのはしょうがないかなっていう風に思って、まあだけどその女の子はすごいその結果に悔しかったみたいで、すっごい猛烈に勉強し始めたわけね。中3の5月くらいから猛烈に勉強をし始めて、で夏期講習の時とか本当にすごかったんだよね。僕よりスクールに来るのが早いんだよ。僕は10時出勤なんだけど、その女の子10時に行くと必ず自習室で勉強してるのね。で、塾で朝の10時から夜の10時まで勉強をして帰るみたいな、そんな生活を夏休みの間ずっと続けてたわけ。こんだけ勉強に打ち込めるんだったら点数伸びるだろうなっていう風に思ってたんだけど、本当にめちゃくちゃ点数伸びていって、中学校3年生の12月の頃には偏差値が61とか2くらいになってたんだよね。いやすごいな、さすがだなっていう風に思ったんだけど、面談の時に志望校どこにするっていう風に聞いたら、私は県内トップのあそこの公立高校に行きたいですとかっていう風に言い始めたのね。え、その学校偏差値68じゃんとかっていう風に思って、60前半じゃ無理だなっていう風に思って、ちょっと点数的に厳しいよ、偏差値的に厳しいよっていうのを正直に伝えたのね。で、そしたら、私は今まで勉強してきたのはこの学校に絶対に合格したいからなんですと、死んでも行きたい学校だから受けさせてくださいっていう風に言うんだよね。いや、そこまで言うんだったらやっぱり受けてほしいなっていう風に僕も思ったんで、それだったら1月の模試があるから、その1月の模試で合格点を出してと、合格点出してくれたら心よく背中を押すよって言ったのね。いや、私絶対頑張りますとかっていう風に言い始めて、で、その面談が終わった後もうすごい猛烈に勉強し始めたんだよね。夏休みとは比にならないくらい勉強してて、勉強してない時間っていつなんだろうなって思って聞いてみたんだよ。勉強してない時間ってあんのとかっていう風に聞いてみたら、いや、勉強していない時間っていうのは基本的にはありませんと。寝ている時だけは勉強していないけど、それ以外はずっと勉強していて、お風呂に入っていても歩いていてもトイレに入っていてもずっと勉強してますと。私あの学校に絶対に行きたいから命かけてるんですっていう風に言ってたんだよね。いや、正直すごいなっていう風に思って、そこまで勉強に打ち込めないじゃないですか、なかなかね。いや、だから絶対受かってほしいっていう風に思ったよね。で、1月の模試どうなったかって言ったら、確かに点数は伸びたんだよ。偏差値が
61,2 くらいから64くらいまでは来たんだけど、やっぱり合格点、合格する偏差値には届かなかったんだよね。で、いや、ちょっと厳しいねっていうのはまた正直に伝えた。だからワンランク志望校落としたらって伝えたんだよね。そこだったらかなり高い確率で受かるからと。そうしたら、落ちてもいいから受けさせてくださいと。受けることすらできなかったら後悔してしまうから、それだったら落ちた方がマシです。受けさせてくださいって言ってきたんだよね。まあ今までね、ずっと一生懸命勉強してきたのも見てきたし、そこまで行きたいっていう気持ちが強いんだったら、絶対受けるべきだなっていうふうに僕も思ったから、いやだったら応援するよ、絶対合格しようって言って、その子をその高校に送り出したのね。で、入試当日帰ってきて、で、その後スクールで採点会があったわけ。で、丸付けしていって、自己採点して、大体点数どれくらい取れたかっていうのを出してったんだよね。で、250点満点で、その女の子は238点だったわけ。めちゃめちゃ会心の出来だったんだよね。例年だったら238点取れていたら合格なんだよ。だからこれもしかしたら受かったんじゃないかっていう風に本気で思ったんだよね。で、その女の子もすごく喜んでたわけ。まあやりきったっていう気持ちもすごくあるんだけど、ただ結果に結びついたっていうのがすごく嬉しかったみたいなんだよね。だけどちょっとね、一抹の不満もあって、他の子の点数とかも集計していったら、なんかやたらと平均点が高いんだよね。いや、もしかしたら今回の入試簡単だったんではと思って、まあ例年だったら合格しているけど、もし簡単になっちゃっていたらこれ落ちるかもしれないなと思って、ちょっと不安ではあったんだけど、ただもう今更どうすることもできないから、ただただ合格を祈ることにしたんだよね。で、合格発表当日、その女の子がスクールに来てくれたわけ。それで合格発表の当日に、その女の子が合否を伝えにわざわざスクールまで来てくれたのね。で、すごくニコニコしていたから、あ、これ受かったっていう風に思ったんだよ。そしたらその女の子は、先生、私落ちましたっていう風に言い始めたんだよ。え、マジかとかっていう風に思って、いや、だけど私はもうすごく一生懸命頑張ってきたし、こんなに一生懸命何かに打ち込めたっていうことはないから、もうそれ自体に満足してます、本当にありがとうございましたとかっていう風に言われちゃったんだよね。すごくやりきったから、その女の子はそういう清々しい表情をしていたんだと思うんだけど、まあ僕としてはちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいだったし、ものすごい悔しい気持ちでいっぱいだったんだよね。だけど悔しいことは間違いないので、大学受験で絶対リベンジします、これから勉強しますって言ってそのまま帰っていったわけなんだけど、実際のところ合格点って何点だったんだろうなというふうに思って、その後塾のデータベースで合格点が何点だったのか調べてみたんだよね。そしたら合格点は240点だったわけ。その子240取っていたら合格してたんだけど、238点で、あと2点だけ足りなかったんだよね。うわ、マジかとかっていう風に思って。で、その時にね、その女の子の言ってた言葉を一つ思い出したんだけど、中学校3年生の11月とか12月に、私なんで勉強しなかったんだろうっていう風に、なんかぼやいてたんだよね。正直なところ中2の時に部活に打ち込むとかっていう風に言ってたけど、ずっと部活やってたわけじゃないと。正直サボって遊んじゃった時期とかもあったんだよねって言ってて、だからあの時からもっともっと勉強していたら今こんなに苦労することなかったのになって言ってたの、なんか思い出したんだよ。確かにそうかもしれないなっていう風に思って、勉強をし始める時期が早ければ早いほどやっぱり合格の確率っていうのは高まっていくんだよね。まあそんなのは誰もが分かっていることだとは思うんだけど、すごく僕がみんなに伝えたいのは、今のこの瞬間、今日1日というのは入試直前の自分にとっては欲しくて欲しくてたまらない時間なんだよね。その時に今現在を振り返ってみると、ものすごい貴重な一日なんだよ。だから今この時間を無駄に過ごしてしまったら、未来の自分は絶対になんであの時に勉強しておかなかったんだろうっていう風に後悔すると思うんだよね。で、実際ね、受験生先輩たちですごくいろんな人たち見てきたけど、本当に口々に言うのが、なんであの時もっと勉強しておかなかったんだろうってみんな言うんだよね。あの時勉強しすぎてマジで後悔してるなんて言っている人見たことないんだよ。だから3月っていうのはものすごく早すぎるかもしれないけど、ただこの時期を無駄に過ごしてしまうと、後々大きな後悔を残してしまったら本当にもったいないよね。今日という一日は未来のあなたがものすごく欲しい時間でもあるんです。受験が成功するように応援してますからね、頑張って。今回の動画は以上です。ではまた。